まずはももさんに質問です。今回の日本で行ってみたいところや、やってみたいことはありますか。ももさん、いかがでしょうか。えっと、札幌に。行ってみたいです。札幌ということで。はい ちょっと冬に行ってあの雪とかで遊んだりお鍋を食べたいですそうですすそうよね北海道札幌いい時期ですよね。韓国では寒い時にはあったかいものを食べて夏、暑い時にもあったかいものを食べろというふうにねあの需要強争でよく言いますけれどもはいぜひおいしいものを食べてねリフレッシュしていただきたいと思います。あとメンバーににもお土産を買いに 行きたいということでどんなお土産を買いますかメンバーにはー。どんなお土産がいいですかね。<laughs> <laughs> ねやっぱりあの美味しいものをたくさん買ってあの練習の時とかに、うん、あのメンバーに分け合いこしたいです。 そうですよね。ダンスとかね、ボイストレーニングするときは力、元気が必要ですからね、ぜひ美味しいものを食べてパワーを、えー、培っていただきたいと思います。そして続いての質問です。今年印象に残っている出来事あったら教えてください。えっとそうですね。やっぱりあ TWICE としてはツアーをずっと回っていたので、日本でも初めてのスタジアム公演もすることができたので、 すごく印象に残ってあと、ミサモの活動も今年始まったのであの、これからも頑張りたいと思いますミサモのツアーもね今年行われましたが、ぜひ今後の活動にも期待していただきたいと思います。えー、続いては、ですね新製品でお気に入りのものはありますか はい、なんか新製品のお気に入りのアイテムがございましたら使い心地なども教えてくださればと思いますすそうですねトーンアップクッションの,あのシャインラベンダーがあのすごくお気に入りであのカバー力もすごくいいのですすすすすごくおすすめですですよねあれ本当にいいもので私の周りもすごいおすすめというふうに SNS でもとっても話題なんですけれども。 はいぜひ、ね、新商品、新製品も使って、えー、使いごと心地を皆さんにも試していただきたいと思いますさあ、お時間となりましたので代表質問は以上とさせていただきたいと思いますこの後とウォン・ジョンヨさんにはまだまだお話をお伺いしてまいりたいと思いますウォン・ジョンヨブランドミューズ t w i c e モモさんでした皆さん、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました 桃、はい、さんはここで下がりたいと思います。